方の絵とこっちとすごいイメージが違いますけど、あ、はい、だんだんこういう風になっていくんですか。でもちょっとこれとまた違ってて、はい、うん、いくつかパターンというかがあって、うん、この作品は、水彩用紙なんですけど、はい、まあ、このシルバーで、うん、点をいっぱい描いていってから、はい、その間の余白を水彩で、はい、こう埋めていくっていう感じなんですね。先にシルバーなんです。そうなんです。なのでこう自然とこう濃淡ができていくっていう感じ、うん、そこの面白さっていうのが出そうとしている作品で、こっちは、うん、なんか近い作品がないって言ってないんですけど、まあこう色のどんどん重なりをしていくっていう感じなので、ちょっと色の重なりで濃淡をつけていくっていう感じなんで、ちょっとこっちとは違うっていう感じですね。ドローイングは絵の具じゃないんです。あ、そうなんです、うん、これオイルパステルで油性なんですけど、うん、なんかちょっとあえて全然違う素材も面白いかなと思って、うん、あとまあこうすぐに描き出せるので、あ、なるほど。
ハンタオネのツルツルした紙なんですけど、はい、でこれが油性の、パステルなので、はい、結構ツルツルしてこう、なんていうんでしょう、さっきの紙の作品も、はい、跡っていうか水彩の跡が残ってて、うん、これもその跡が残りやすいというかツルツル滑るので、それでなんかこのツルツルしたのはよく使ってて、なんかすごい平丸さんのあったかい色彩の感じがこうやってできるんですね。なんかこれも、はい、この紙の上でこんな感じ、うん、パステルってこう混色ができないじゃないですか、色を混ぜる、うん、でもこれだとこの上でこんな感じで色を混ぜていくっていうのが面白いなと思って、うん、このパステルとこのツルツルした紙が私はやりやすくて楽しいなっていう感じです。なるほど。ザラザラしてる絵 あの紙だとあんまり、そうなんです、あれだと吸収しちゃうので、多分で油性なので、多分ちょっとこう、ね、強くなっちゃうのかな、柔らかい感じは出ないですね。そうですね。その柔らかい感じが出せるのがこのツルツルした紙、結構ツルツルした紙はいろんなのを試してて、でこの半透明にしたのもなんかちょっとこうこっちの絵の具の部分はマットというかなんだけれども、こっちがちょっと半透明っていうのが面白いなって思って、トレーシングペーパーみたいな。あ、そうですね。なんていうんだっけな。なんか一回、なんか世界堂とかで紙を選んでいろいろと買うじゃないですか。はい、でこんなちょっとの違い、この半透明でも。でまとめて買ってどれがいいか試してみようと思ったら、で、あ、この紙使いやすい、今度これにしようと思ったんですけど、何の紙かあんまり分かんなくなっちゃって、書いてるわけじゃないから紙に。そうですよね。わかります。だからこれは、なんだっけ、あ、大事なところが消えてるみたいな。分かんないかな。書いた履歴を見ないと分かんないと思って。紙に書いてあるわけにもいかないですもん、ね、紙に書いてあっても困りますよね、ちょっと。キャンバスで描くのが、描く方は結構抽象的というか、あんまり形を描いているわけじゃないので、なので紙の方では、まあ割とこれも抽象的ですけど、割と余白を残してこう形を作るっていうのをあえてやってみたいなっていうので、そういうのをやってます。なんか直接的にキャンバスにつながるわけではないかもしれないけど、まあまあ、あのいろんなことをやっていくうちに、ね、こうちょっといろんなことが
発見ができるかもっていう。なるほど。キャンバスと違って周りに余白ができて形が出てきますもんね。あ、そうですね、うん、であとやっぱりこの私のキャンバスの作品はすごい時間が出来上がるまでに時間がかかるんですよ、うん、でもすごいもどかしくて最終的に、あ、まあ、どの作品も最初はもう最終的にこういうのを描こうって頭の中ではもう決めているので、うんうんうん、なんとなくイメージではできてて、うん、でもすごいなかなかね一気にドッと変わるわけでもないので、うん、早く出来上がらないかなっていつも思うんですよ。でもこれは割とドローイングはだいたいそんなかかっても20分とか30分で出来上がるので、うんうんうん、早く見たいっていう欲求をここで叶えられますなるほど。先に鮮やかな色を塗って、そうですね、後から薄かったり白っぽかったり、うん、そのなんか最初に薄い色塗っちゃう、うん、まあいいんですけど、うん、なんかこう、まあこっちの、あ、でもキャンバスもそっか、キャンバスも結構濃い色から最終的に淡くはないんですけど、うん、まあ全然違う色から、うん、でだんだんあの色を重ねていって、で最終的に、まあ、なんていうでしょう、あの緑系の作品になるけれども、うん、下の層からたまにちらっとピンクとかが、うん、黄色が見えてくる、うん、来たらっていう感じで反対の色をつけた、あの最初の方に描いたりしています、うん、でこのパステルの場合はやっぱ混ぜていくっていうのがあるので、はい、うん、割とあの濃い色を下にしていくことが多いです、うんうん、なんか最近はそういうちょっと淡い色をよく好んで描いていくので、うんうん、それが最初に濃い色っていうのが多いかもしれないです、うんうん、今まで描いたのがこんな感じですね。あ、一緒の、あ、ちょ、一緒の感じ、うん、そうですね、こんな感じ、なんか本当に全然あえて違う形にしてみるっていう、なんか、あ、本当だ、面白い、割と何も考えないです、何も考えずに、なかなかね、キャンバスだと、失敗できないじゃないけど、ちょっとね、うん、あの計画を練らないといけないけれどもこのドローイングの面白いところは、うん、カビも描く道具パステルもすぐに、うん、あの用意できるじゃないですか、うん、であだからパステルを使ってるんです。結構、うん、あの油絵の具だと筆を洗ってとかあるけれども、うん、別にちょっとした合間にこっちの乾き待ちに、うんうん、なんかこんなの描いてみようっていうのがすぐできるし、まあなんか何をもって成功か分かんないけど失敗しても別にいいやっていう気負いがないので、あの軽くというか
描けるっていうのがあるので、うん、だって絶対こういうのとかキャンバスの画面の中じゃ出てこないので、うん、でもなんかこういうの描いてみたいなっていう時に、うん、まああのこっちのドローイングでやってみるっていう、うん、なるほど、って感じですね、うん、ドローイングの中で実験じゃないですけどやってみたことをキャンバスにあっていうこともあったりもすると思います、うん、割とこの模様とかは割とキャンバスに出てくることも多いので、うん、面白いです、うん、